熊本県。熊本県は、九州地方の中央に位置する県。県庁所在地は、熊本市、政令指定都市。両政国の被護国にあたる。有明海、知らぬ日海、東、シナ海に面していて、また、日本第2位の阿蘇カルデラを持つ阿蘇山が知られる。熊本という地名は、古くは、熊本と書いた。熊本の由来には、諸説あるが、 菊池のりかにちなむとする伝承がある。熊本の名が文献に見られるのは南北朝時代以降で、これを加藤清正が熊の字がかしこ、恐れる、かしこ丸の字を含むため武将の巨上の名にふさわしく、ないとして熊の字を当てたと言われている。なお、雷熊、雷雄、宝熊、宝雄、木熊、木雄と一文字で略するときは、熊、雄と音読みを使用する。 九州本島の中央部に位置し、福岡、大分、宮崎、鹿児島の各県と境を接する。海上で、有明海を隔て、長崎県とも接する。東部の阿蘇地方に、日本第二位の阿蘇カルデラを持つ阿蘇山や九州山地の山々がえ、西部は、熊本平野が、有明海に、八代平野及び、足北地方のリアス式海岸が、知らぬ機に面する。 その間に、宇都半島が突き出し、天草諸島に続いている。中心都市である、熊本市は、地域の70万人町の人口を支える、水道水がすべて地下水でまかなわれている世界でも、けうな都市である。気候は、県内全域が太平洋側気候に属し温暖だが、冬と夏で寒暑の差が激しい。冬の気温は、井戸の割には寒冷である。 隣接している県は、九州地方最多である。熊本県は、県北、県央、県南の3つに大きく分けられ、さらに11の地域に区分される。また、県内には14市9二23町八村、計45市町村がある。熊本県では、2003年、平成15年以降に、町村合併で誕生した朝霧町、山戸町、氷川町の3町が、 町としている以外は、町は、すべてが、町、村はすべて、村と読む。旧鴨本郡であった熊本収益町域が含まれる、こともある。旧下町式群であった熊本市富合町、城南町域が含まれることもある。1991年、平成3年2月1日以降のもの。それ以前の廃止市町村は、熊本県の廃止市町村一覧を参照。 県内で人々が狩猟、最終活動を開始し、生活し始めたのは今から3万年以上前である。現在、県内で確認された最古の石器は、熊本市平山町の石の本遺跡出土の石器群である。赤穂や火山灰やアイラ、伊沢火山灰、AT 堆積の土層の確認や放射性炭素年代測定から分かった。4世紀後半期に、 宇都半島の基部にすり鉢山古墳、宇都市96メートル、古の上古墳、宇都市56メートルなどの前方公園墳が営まれていた。玉名郡名古見町、旧菊水町に5世紀末6世紀初頭に作られた前方公園の枝船山古墳がある。同古墳から75文字を銀像岩下たちが出土している。熊本県の領域は、 かつての肥後国のそれとほぼ重なるが、肥後国を含む、広範囲は、古代においては、各国、小江国と呼ばれていた。この各国、小江国の中心は、八代軍後影響、氷川流域で、大野市と同系の有力豪族であるヒ君、ヒの君がいた。小江国はやがて、現在の佐賀県、長崎県の地域をも含むようになるが、七世紀終わり頃に、非全国と肥後国に分けられた。 被後国は生産力が高い、豊かな土地で、地理的にも重要と判断されたため、立領体制下では大国の一つとされた。中世には、阿蘇神社の神威を利用して、勢力を拡大した大野志公英の阿蘇氏、東東海国から地頭として、下り熊群に土着した相原氏、太宰府の府間であった菊池氏といった豪族が勢力を伸ばした。南北朝時代は、 五大五天皇の御子金長親王を要する菊池氏が九州の南朝の中心として活躍した。さらに南朝方の縄長都の子孫である縄氏も領地がある八代に移った。戦国時代に至って相良氏は縄氏を追い広国南部を支配するが北部では菊池氏や阿蘇氏の家中はしばしば乱れ文護守護の大友氏の介入を招くなどしたため有力な戦国大名が現れず 国人が割挙する状態が続いた。豊臣秀吉の九州制抜により、笹成政が日後の国主を命じられるが、対抗検知に反対する国人たちによる一揆が起こった。秀吉は成政にその責任を負わせて、切腹を命じる一方、一揆に参加した国人たちを徹底的に弾圧し、その勢力は一掃された。その後、秀吉は北半分を、 加藤清正、南半分を小西幸長に分け与え、熊軍においては、相良氏の支配を認めた。小西幸長が、関ヶ原の戦いで敗れ滅亡すると、加藤清正がその領地を合わせ五十二万国の領主となった。清正は、名城熊本城を築き、また、河川、水路を改修して、高地を広げ生産力の向上に努めたため治水の人として崇められた。 しかし、清正の死後、息子、忠広の代に改役され、代わって、細川氏が五十四万国の領主となった。熊本藩師藩として、宇都藩、熊本神殿藩がある。また、加納の松池は、八代城の城代として、三万国を与えられており、事実上の八代師藩の藩主であった。他に、肥後国内には、相良氏が治める人吉藩があった。 天草は、長崎に近く、また、キリシタン大名であった、小西幸長の領地になったこともあり、キリシタンの数が多かった。関ヶ原の戦い後、唐津藩十二万国の領主である、寺沢広隆の領地となるが、寺沢はキリシタンを弾圧し、また過酷な調整を行ったことから、歓永十四年十月二十五日、1637年12月11日に、 島原の乱が起こると、住民の半分がこれに参加し、全滅した。乱後、天草は、天領となり、初代代官の鈴木重成なりの尽力によって天草は、次第に復興していった。明治四年、1871年、肥後国には、熊本県と八代県が設置された、熊本県は、その後、白川県と改められ、1873年、明治六年、 白川県と八代県が合併して、白川県となった。1876年、明治9年、再び、熊本県に改名され、現在の熊本県が誕生した。太平洋戦争末期までは、熊本が九州の中心とみなされ、熊本近代、第五高等学校などが設置されたが、戦況が悪化すると連合国軍による、本土上陸を恐れた政府が、 九州東関府をより、本州、帝都東京に近い福岡に設置したため戦後も、九州の中心が福岡となった歴史を持つ。第五高等学校教師として、夏目漱石、小泉役もが、熊本市に住んでいたことがあり、森鴎外も、第十二師団軍医部長を務めていた時に、熊本市を訪れたことがあり、短編小説、安倍一族を書いた。これは、江戸時代初期に、 日ご飯で実際に起きた安倍一族が上位打ちで全滅した事件を題材にしている。2016年、平成28年4月14日以降相次いで熊本県で地震が発生し、震度7の地震が2回観測された。熊本地震。熊本県の人口は戦後一貫して増加を続け、1995年、平成7年には、 約186万人に達した。しかし、九州地方第3の都市である、熊本市、約74万人や熊本都市圏に含まれる、自治体は人口増加が顕著が、他の市町村では人口の減少が顕著になってきている。そのため、県全体では2000年、平成12年頃から人口は減少に転じている。なお2012年、 平成24年現在、政令指定都市が所在する都道府県では最も人口が少ない。また、県で最大の人口を抱える熊本市と、県で第2位の人口を抱える八大市との間には、約61万人の差が、あ、熊本市への人口集中が顕著である。衆議院の小選挙区が5、参議院では、全県で1区を構成。 柔道家の内柴正人が2004年9月24日に県民栄誉賞、2008年9月16日に県民栄誉賞特別賞を受賞していたが、2011年の逮捕を受け取り消された。2015年、平成27年度の県内総生産は5兆5794億円である。およそ世界の3分の2の国よりも大きな経済規模を有している。 一人当たり県民所得は226.5万円で、ある。農業産出額、2008年、平成20年は、全国7位、九州3位。各品目の生産量を見ると、トマトイグサ、熊本県以外で、イグサの生産はほとんど行われていない。洋タバコ、出根スミソ草スイカ全国1位。栗、ナス、トルコギキョウ、生姜、オリーブが全国2位。 メロン、イチゴが全国3位となっている。農林水産省の統計で全国の主要農畜産物上位10品目産出額ベースについて、熊本県は生乳、肉用牛、トマト、イチゴ、みかんの5つでトップ5に入っている。他に、デコポン、夏みかんが名産。菊池及び、麻生地域では畜産が盛ん。有明海や甘草沿岸で車エビ。 のり、真珠などの養殖が行われている。熊本空港、阿蘇熊本空港が、熊本県において、主な空港である。また、熊本県天草市には、天草飛行場、天草空港がある。旅客輸送を行っている鉄道、路線バスは、熊本都市県では、九州三考バス、三考、熊本電気鉄道、電鉄、熊本バス、赤バス、熊本都市バス、 都市の4事業者が運行しているが、都市圏以外は参考バスが大部分の地域をカバーしている。高速バスも参考がほぼ独占し、一般道経由の長距離路線もいくつかある。路線網は熊本市中央区の熊本交通センターをターミナルとして各方面へ伸びている。県外からは西鉄バスをおむた福岡県からや南国交通、 鹿児島県からなどの乗り入れがある。国公立私立私立、産経新聞は、2009年、平成21年9月30日付けまでは、産経新聞大阪本社発行で午後6時、18時、締め切りの早番、6番を、委託販売、西日本新聞販売店からの委託していたが、同年10月1日付けより、産経新聞西部本部、旧、九州、 山口本部発行の産経新聞九州山口特別版を販売している。毎日新聞販売店からの委託。過去には FM だ。マナ、コミュニティ放送局も存在したが、2006年、平成18年4月をもって閉局。方言は、熊本弁、八大弁、天草弁、熊弁など含むが話される。熊本県の観光地も参照。 このほか、県内各地に数多くの温泉地がある。県内には1000カ所以上の豊富な湧水源がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。